お待たせ始まりました、むちゃチャンネル。さあ今回はアッサンにおいでいただきました。よろしくお願いします。ちょっと挑戦してもらおうと思うものがあるんですけど、はい、お、何でしょう。ナダコの英語に。ナダコ、はい、大丈夫ですかね、解けますかね。いや、まあアッサンだったらいけんじゃないのかっていうのがね、やっぱハードル上げてるな。わかりました。ちょっとナダコの英語に挑戦してもらいたいと思って、やってみますか。で、翔歌さんが撮ってるんですけど、はい、まだこの時点では出てないので、うん、アッサン見ていませんので、その方もこれから私が解く問題解かれてますね。そうですね。なんで翔歌 VS アッツということで、ネイティブの方ですよね。ネイティブです、はい。立ちようがあるのかわかんないですけど、文法だったら日本人の方がね、いろいろ知識はあるっていうのもあるんで、どうなのかっていうのを見てやってみますか。はいはい、では文法問題ですね、はい、で1個必ず間違いがあるということですね。 Why? In part it is why the countries and people of the world today are more independent than ever。 難しいな、受験問題。まあ、高校入試なんで、まあ中学生がいるわけですからね。なるほどね。 People of the world today はいいと思います。 Are more independent than ever。 これもよく聞くから全然大丈夫で、はい、Why? なぜ? In part it is because the countries and people of the world today are more independent than ever じゃないかなと思うんですけど、結構悩んだのが the で、the いるかなみたいな。あ、ただ countries でも。そうそうそう、countries and people of the world today で、この of がin だったら、うんうん、countries and people in the world today だったらいいのかなと思ったんですけど、まあ of なんで why、なんで in part、in part it is because、まあ、because だと思うんですよね。正解です。やった嬉しい。それだから面白いのは、まあ、ぜひ趙歌さんの動画も見てもらいたいんですけど、趙歌、はい、さんは意を選んだんですよ結局。ああ、いや、でも気持ちは分かります。それは why の意味が分かんなかったんです、趙歌さん。何を表してるのかが分からなくて。なぜかっての why ですよね。そうです。なぜかって、それはこうだからだよって。別に A さんが言って B さんでも別に why って言ったのに対して it is って答える、うん、it is because って答えられるんで、まあ、それととってもいいし、自問と取っても why、うん、って言って自分と取ってもいけるんで、まあ僕もどっちだろうと思いながらも、まあ、はいはいはい、why って言ってるから because だなって思った。で、ちなみに模範解答は that だったんですよ。 it is that になってました。あ、それもありえるかなとは思いました。翔歌さんは、まあ、that も言えるけど、まあ、because の方が普通じゃないっていう。それもありえそうですね。確かに、はい、面白いですね、その感覚が。やっぱもう文法で一瞬で解いちゃうやつと、やっぱりネイティブ感覚で、いやいやいや、同じとこでつまずいてるから、あと意で両方のところで。ちなみに that はないとダメなんですか。オブがあるからっていうことでしょう。別になくてもいいと思いますよ、ぶっちゃけ。絶対オブが後ろからかかってたら絶対座がつく、なんか予告の座とか言う人もいるんですけど、ないのも見ますからね、全然普通に。で、ね、まさに僕もそう思います。インだったら別に countries and people in the world っていうと思いますね、はい、高校生、高校になる人たち、中学生中学 生, 中学生インパートなんて知るわけないから。確かに、パートリーの意味ですけど、高校で習うね、表現ですね。大学入試も知らずに受験する人いっぱいいますから、インパートなんて。ちなみに総計では due to の間に挟まれてくるんで due in part to って出題されるんで、on one's part ですね、 on my part とか、私の方ではとか、 on the part of 誰々とかっていう時に in 選んじゃうんで、みんな気をつけてください。あ、なるほど、はい、こういうので出題されます。さあ2本目どうでしょう。 The CEO heard either sides、 もうこれは明らかに both sides ですね。 both sides of the argument before she made a decision。そうですね、Either でサイズが来たらもうおかしいと思いますよね、うん、そうですね、単数ですからね、うん、だからこれいい、はい、はい、正解ですね。はい、よかった、はい、これは翔歌さんは、翔歌さんも、はい、すぐに着きました。すぐに、はい、すぐにボスって言ったって、うん、お二人とも Either って読むから面白いなって思いました、ね、アメリカ人も Either って言います、全然言う人は言うんで、だ結構日本でも Either ってイギリス英語だと勘違いしてる人がいるんですけど、全然そんなことないです。アメリカ人もめっちゃ言うし、だから Before と Before とか Often と Often とかも、みんななんかイギリスアメリカだと勘違いしてる人がすごい。なるほど。でもアメリカ人も別に Often っていう人いっぱいいるし、 Often っていう人もいるし、そう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 、なるほどね。いわゆるウィッチとウィッチみたいなので、ウィッチなんて今言う人います。だからそれでイギリス英語だと思ってる人めっちゃ多いんですよ。めっちゃアメリカ人の中でもめっちゃ多いんですよ。それでアメリカ英語って書いてるのもいっぱいあります。本もあるんですね、アメリカ英語って書かれてるのもいっぱいあります。なるほど。ちなみにトイックではアメリカ人が言います、それ。ホエチって、ホエチとかホワットみたいなのは、あれって未だに言われるんですか。ただその人は結構ベテランの話す人なんで、ただアメリカ人女性がいつもそれ言いますね。だって昔の教科書とかホワット、そう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 、書いてあったじゃないですか、とかね。あれってその H を言ってたネイティブっていうのが減ってるんですかね今。そうだと思います。聞かないっす、ね、そうですよね。僕はトイック受けてて気になりますからね言ってる、ああ H 言ってるなって。ファミリーガイっていうアニメとかだと、あ、はい、あのイギリス英語をモノマネしてる時に出てくるんですよ。あ、なるほど、そういう固定観念というかバイアスがあるわけですね。だからいつもホイップっていうですね、ウィップクリームが出てくるところでウィップっていうのをホイップホ
ホイップって言って、うわーっつっていうシーンとか出てくるんで。日本語もホイップクリームだしね。そうそうそう。じゃあ3番目。If my sister got up earlier this morning, she could have caught the first train. 文法的には、If my sister had got up earlier this morning, she could have caught the first train. だけど、口語だったら、別に got up でもいいんじゃないって。If my sister got up earlier this morning, she could have caught the first train. Obvious じゃないですか。That it happened before catching the train. っていうことが、すごい obvious なので、別にこの過去形で言っても変じゃないんじゃないかなっていう感覚がありますけど。そうですね。あが正解ですね。まあ、仮定法、過去完了ですから、過去のことをハズタス過去分詞で表すっていうですね。This morning っていうのがもう過去のことなんで、はい、はい、そういうふうに表すということでした。ここだったらどうなんですかね。超過さん的にはやっぱハードは欲しい、絶対いるって言うんですけど、でもその時にちょうど言ったんですよ。でも僕、アメリカで一番驚いたのは文法で仮定法、過去完了守らないのが一番驚いたことなんで、めっちゃ映画見てても、ドラマ見てても出てくるし、人が喋ってる、普通に喋ってても、過去のこと、過去形で言う人がすごく多くてビビったっていう。普通に過去完了形の時もそうですよね。そうそうそう、A 地点よりも前で来ていたその過去の話に対しても同じ時系列というか、はい、同じ過去で使うっていうことが結構ありま す,、はい、すね。普通のやつは過去完了だいぶアメリカ人言わないですね。過去形で言うことの方が多いですね。過去完了自体がかなりマイナーな用法になってますよね。そうそう、何かすごいクリアにしたい時とか、そうそうそう、小説だとね、一文の中でハデタス過去分詞だけとかっていうのも結構出てくるんで、知っておく分にはね、いいかもしれないですね、はい、さあ、はい、4番は目was not used to having her photograph taken in the street because she had just made her debut as an actor. Taken ですね。そう、もう直しちゃってますからね。読みながら。So, having her って来てるんでね。過去文章もないと。そうですね。変な感覚ですよね。写真は撮られる側ですからね。そうですね。Her photograph take だったら、そのフォトグラフさんに頼んでテイクしてる。で、何をってなっちゃいますしね。テイクインかもしれない。ストリートを吸収してるかもしれない。そうそうそう。なので、photographer take.Photos とかだったらいいんですけど、で、まあ、be used to ing とか、こんなの中学生 be used to ing してんのかっていうね、慣れてるね。最後ですかね。最後、I'm gonna apologize to my sister for what I've done to her。なので、apologize to my sister で to ですよね。そうですね。apologize to。そうですよね。これも、まあ、よく使う表現だから、やっぱり感覚的に分かるというか、なるほどですよね。全問正解しましたんで。やった。おめでとうございますよ。そんな厚さんには僕のトイック講座を差し上げます。ありがとうございます。総合対策ですね。もうちゃんと一から知りたいっていう人からハイレベルなんですけど、今のトイックどんなのかよくわかんないです。人に分かるために作りましたんで、最新のトレンドを知ることもできるし、はい、問題の解法もそうですね。すべて網羅的に学ぶことができるという、はい。動画コースですね、はい、それをいただけるということ、はい、そうですね。トイックなんか普段受けないじゃないですか。トイック受けないですね。だからちょっとこれを機にね、もう一回受けますか。もう一回受けてもらえればと思います。分かりました。動画のネタに。わかりました。最近のトイックどうなのかみたいなね、はい、じゃあトイックのコースがあるということで、はい、要チェックということですね、はい、ありがとうございます、超過さんに挑戦していただきました。ありがとうございました。 Thank you for watching.